外から動きます。ザッと湯沸いて、よいしょ。これが危険ですな。焼いた新肉の根元から根元細くいきますね。だんだんこう作って、絞っています。はい、これでいいでしょう。はい、豆腐を3枚に切ります。木綿豆腐なんですが、もしかないからやりづらいかもしれないですね。よし、これを人間出来上がり。オリーブを重さにいっぱいに入れます。さあ、水にした玉ねぎを入れます。さあ、色が変わってきたので、肉を入れます。合いびきを入れます。そぼろ状になってきたので、小麦粉を入れます。そうですね。とろみが出てきた。はい、塩コショウを入れます。ここはトマトジュースを入れます。缶詰のもったいないトマトジュースを入れて、ピタッと入れます。これミアに入れると思います。はい、ミートソースをかけます。こちらにもかけます。チーズをたっぷりとかけます。はい、これで OK ですね。はい、今余熱中です。余熱。はい、あと14分ですね。はい、出来上がりました。